about this. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sword Art Online Fatal Bullet. Ja, ich musste das ganze Tutorial nochmal machen. Und das Problem, warum ich hier letzte Folge nicht weitergekommen ist, war einfach, ich hätte die mit Zielen erledigen müssen und ich habe sie ja so erledigt. Also ohne zu zielen, deswegen bin ich da nicht weitergekommen. Jetzt habe ich es aber raus. Fallenmechanismus. In Dungeon gibt es Schalter, die Türen öffnen und Warp-Tore. Es gibt auch Fallen, die dir schaden und dich versetzen. Ich denke mal, verletzen soll das heißen. ダンジョン内にはいろんなギミックやトラップがあるから、よっ。私が教えられるのはこれくらいかな。うん。初めてにしては。GGOのの基本的な戦闘はだいたいわかったでしょ。あとは実戦で自分に合ったスタイルを見つけていけばいいわ。さあ、これからはあちこち探索してレアアイテムを手に入れるわよ。 あれ?君たちは?隙を見て逃げるわよ。いつきさんの仲間なら相当手だれのはず。こちらが振りすぎるわ。もしかして逃げる相談をしてる?正しい判断だとは思うけど、背中向けたら撃っちゃえ?クレハ君はともかく、ニュービーの君は 一発で死ぬんじゃないかな。正解と言いたいところだけど、結果が決まっている勝負ほどつまらないもの。君たちも警戒が足りないよ。どうせなら待ち伏せの一つでも仕掛けてくれ。実に退屈極まりない。 弾の無駄も。だから見逃すとでも言うんですか。まさか。ここは GGOで、今は戦いの時だよ。そうだもん。僕に殺されるのと、あっちのエネミーに殺されるの。この奥に、少し面倒くさそうなエネミーが配置されている。もしかしたら、トラップが仕掛けられているかもしれない。だけど、あれを倒さないと、先に進めなさそうなんだ。 君たちが突っ込んで様子を見せてくれればもちろん倒してくれたら、お礼に見逃してあげるよ。どうする?悔しいけど、今の私たちじゃ五木さんには勝てないわ。いいね、冷静な判断だ。分かったわ。五木さん、私たちはエネミーと戦います。 エネミーを倒した後は。分かってる。僕は嘘はつくけど約束は破らない主義なんだ。君たちに銃を向けはしない。おとなしく観戦させてもらう。使うわよ。オッケー。よし。ギフトプレイヤーです。 Das war ja einfach. Das war ja richtig einfach. なんとか勝てたわね。五木さん、これで文句はないでしょ。ああ、約束は守るよ。この先、道が二つに分かれているから、まず五木さんたちが先に進んでください。私たちは別の道を選びますから。実は僕、くじ運が全くなくてね。この前も、無冠の女王にレアアイテムを持っていかれたばかりなんだ。だから、
君たちが先に選ぶといい。大丈夫、後ろから撃ったりしないから。わかりました、あんたが好きな方を選んでいいわ。Okay. Findet ihr den seltenen Gegenstand, findet ihr den seltenen Gegenstand. Ich gehe recht. Ergebnisse. Und insgesamt. Yes! Level up! Okay. さっきはなんとかうまくいってよかったわ。いつきさんは人気者だけど、やっぱり GGO のプレイヤーね。みんな戦闘となると容赦ないから気をつけないと。今回の目的はレアアイテム狙いなんだから、強敵との戦いはなるべく避けるわよ。ほら見て、大体こういう装置を操作すると何かしら先に進めたりするのよ。こんな風に。あれ？落ち着いて、ワープゲートよ。すぐに追いかけるから動かないで。トトル。Es wundert mich, dass sie nicht blond ist.Wo zur Hölle bin ich? プレイヤー認証、マスター登録開始。ユーザー名、登録完了。マスター Registrierung? WLAN Geschlecht? Ist das ein Begleiter? Muss man wirklich Begleiter haben?60 ist in Ordnung. Das gefällt mir.
keine Ahnung, was für eine Figur ich jetzt erstelle. Wenn ich ehrlich bin, ne? Stimmt die mal? Weiter. Beide oben. Wie nenne ich sie denn mal? Schon keine Ahnung. Na komm, scheiß auf. Keine Ahnung, was passiert.話を聞いてくれ。俺たちはもう戦うつもりはない。残念だけど、間に合わなかったからな。間に合わなかった？何を言っているの？すでにそこのアバシスはマスターと認めたようだし。 この子が出会いアイテム。正確にはこの前の大型アップデートで実装されたプレイヤーサポートAI アバシスだよ。レアすぎて情報がほとんど出てなくってさ。なあ、この大会がゲットできるチャンスだと思ったんだけどな。残念だったね、キリト君。またコツコツと高難易度エネミーを倒してドロップを狙おうよ。 キリト？1ヶ月でGGをトップランカーにのし上がったという貢献使いのあのキリトさん？キリトでいいよ。こっちはアスナ。別のゲームでは先行とかバーサクヒーラーとか。キリト君！もう余計なことまで言わないで。悪い悪い。仲間のアスナだ。
名前はランキングで何度も見ているわ。こんな有名人まで狙っていたなんて。アバシス、私があなたのマスターよ。私はアファシステムタイプ X-A29000。 マスター登録はすでに完了しています。この人が私のマスターです。 Das ist ein bisschen unterwürfig irgendwie. 現在メインシステムを 50% まで起動中。え？ Das war keine Absicht, ne? そんな！Ey, ich muss mal kurz richtig hinsetzen. Ah, sorry. So, alles klar. やっぱりな。だから倒しても無駄だと思ったんだ。よくわかったね、キリト君。アファシスがマスターと呼んでいたからさ。それに、ん？ちょっと、なんで勝手にマスター登録しちゃったのよ。あんたのものは私のものでしょ。Tut mir leid. 言い訳したって無駄なんだから。ああ、もう。よし、あんたのものは私のもの。だから、あんたのアファシスも私のもの。そういうことにしてあげるわ。あんたにもさっき迷惑かけ。クレハはマスターの上位者。認識しました。よろしくお願いします。Diesmal vorgesetzt? Alles klar. Okay. じゃあ俺たちはこれで。まだ時間は残っているし、せっかくだから優勝くらいはしとかないとな。商品も豪華らしいよ、キリト君。ユイちゃんが喜ぶものがあればいいんだけど。私、クレハって言います。私、絶対にトッププレイヤーになるんで、覚えていてください。それと、次会った時は遠慮なく打ってください。ナイスガッツ、クレハ。じゃあ、どこかのフィールドであったら、それと、君、いい名前だな。一つ聞きたいんだけど、君はなんであの時、アファシスをかばったんだい？なるほど。そうだよな。こういうものの理屈なんて、後付けにしかならないかもな。うん。君とは気が合いそうだ。また後で会えるといいな。またね。アファシスちゃんも、バイバイ。クエスト abgeschlossen。Warum nur Credits 3000? Juhu。メインシステム起動。90、100。システムチェック。マスター、私の名前を決めてください。変更は可能ですが、変な名前をつけたら爆発します。それは仕様です、マスター。タイプ X は、それぞれ個性がある優れたアンドロイドなのです。それより、早く名前をつけてあげたら？これからずっと一緒に連れ歩くんだからね。登録完了。想定よりいいセンスで安心しました。うん、いい名前じゃない。初めて名前をくれたマスターにはプレゼントをあげます。まずこれは、アルティメットファイバー版。長いので、UFG と呼んでください。へー、初めて見る銃ね。光線銃かな。倉庫に埋もれていました。経験値ゼロのマスターにはお似合いです。経験値という情報が不足しているため、マスターの将来は予測不可能です。だから未知の武器をあげることにしました。それってまだ実装前の武器ってことじゃない？すごい、レア中のレアだよ。そうです、タイプ X はすごいのです。Okay, danke. Jetzt habe ich erstmal eine seltene Waffe bekommen. Finde ich erstmal auch in Ordnung. Master! 早速 UFG を使ってみるのです。クレハは上から見てて。ここからじゃダメなの？上が特等席なのです。わかった。じゃあ上から見てるから。
Ich muss erstmal ausrüsten. Also. Okay. Ausrüstung. Entfernen. Hä? So. Ich habe gar keine neue Waffe. Achso, das ist ja die Olle. Zubehör? Nix. Seitenwechsel? Keine Ahnung, was ich machen muss. Gadgets. Das muss aber Ausrüstung sein. Ich hab die nicht. Was ist die hier? UFJ が刺さるところは発射前にレティック…ですね、レティックル、つまり構えた時に出る照準の色でわかります。まずはあの高台まで登ってみるのです。Ich bin total überfragt gerade. Okay, das ist die UFG. Das ist der Mechanismus, den wir mit der UFG. Okay. Okay. Gegner mit UFG umhauen. させたエネミーに UFG を成功なのです。これで UFG をバッチリですね、マスター。ちょっと人がせっせと上り下りしてたっていうのに、ずいぶん楽しそうにひょいひょいと移動してくれるじゃないの。他の機能の…マスター、お疲れ様です。これでパーフェクトですね。面白い武器ね。今度私にも貸してよ。タイムアウト。参加者は戦闘を停止してください。以降の戦闘結果はポイントに反…キリトさんたちは何位だったんだろう。参加者なら順位がメニューから見れたはずなんだけど。すごい、キリトさんたちが優勝だよ。でも今日の本当の勝者はきっとあんたね。一番のレアアイテムを見つけたんだもの。どうぞ、休みなさい。タイプ X 以上のレアアイテムはありませんよ、多分。なので大事にしてください。さあ、もうすぐ自動的に SBC グロッケンに転送されるわ。戻ったら撃つ。 Warble Credits für 3000, okay. Ergebnisse. Besiegte Feinde, nix. Gut, insgesamt 1800. Okay. Interessant. いや、クレハ君たちも生き残っていたんだ。
あの後どうなったのか心配していたんだよ。僕の方はトラップだらけのルートでさ、仲間たちの HP を削られてしまって困ったよ。どういうことだい？あの分かれ道の先に何かあったのかな？私で、君はプレイヤーではない。まさか。一部訂正を求めます。アファシスの中でもとてもレアなタイプ X です。まったく、なんで僕が落としたパンはいつ。マスターはクレハ君？ちょっといろいろあって、私が来た時にはマスター登録されちゃってたんです。じゃあニュービーの君がマスターなのか。その幸運を少し分けてほしいよ。おかえり。ここで待っていれば来ると思ったんだ。よかったら一緒にお疲れ様パーティーをしないかなと思って。仲間たちとちょっとした打ち上げをするんだ。アバシスの話も聞きたいし、どうだろう。あれ、君はさっき戦った？どうも。貢献使いキリトと戦えて光栄だったよ。仲間はあっという間にやられたし、時間切れにならなければ僕も危うかった。君はキリト君の友人なのかい？なるほど。アファシスを手に入れ、トッププレイヤーに興味を持たれる。君はよかったらいつきも来ないか？残念だけど遠慮するよ。今日は付き合ってくれた仲間におごる約束をしているんだ。君たちはどうかな？マスター、パーティーは初めての経験です。興味があります。行きましょう、今すぐに。もちろん参加するわね。Na klar. Was auch immer jetzt passiert. Kirito, Asuna, Event-Taikai-Yusho! Oh Gott, das sind ja alle. Und ich bin der größte Bonde. Lol. Der Yui ist hier.おめでとう！パパ、ママ、おめでとうございます。ありがとう。だけど、今日のお祝いは俺とアスナのじゃないんだ。超レアなアファシスを手に入れた幸運なニュービーのお祝いさ。みんな、俺の仲間だ。詳しくは今度紹介するよ。美人さんなんですね、アファシスって。シリカ、こんなに近くで見たの初めてです。私はクレア、アファシスはこっち。私がアファシスです。皆さんと同じに見えるかもしれませんが、純然たるアンドロイドです。ごめんなさい。はじめまして皆さん、私はアファシステムタイプ XA29000。型番では呼びにくいでしょうし、私も舌を噛みそうです。どうぞ好きな名前で呼んでください。できるだけ短いのが好みです。マスターがくれた名前は特別なのです。だからマスター以外の方に使われるのはお断りします。あ、OK。 うわー、羨ましい。羨ましすぎるぜ。あんた、俺も欲しい。俺だけの可愛い子ちゃんが。ええ、スマイルさ。GGO に来ても変わらんな、クライは。そこでがっつくから嫁が来ないんだぞ。そうだね。ナンバーが00だから、レイちゃんはどう？わかりやすくていいんじゃない？レイちゃん、よろしくね。レイちゃん、承知しました。私にぴったりだと思います。皆さん、よろしくお願いします。サポートアンドロイドとして皆さんをお手伝いさせていただきます。パーティーにお誘いいただけたら皆さんを全力でサポートしますです。マスターがお留守の時でもどんどん
ん誘ってください。へえ、マスターじゃなくてもパーティー加入でサポートが受けられるのか。ありがたい話だな。俺は俺専用の可愛い子ちゃんを手に入れたら独り占めするぜ。だからお前はそこでがっつくから縁がねえんだって。それじゃあ改めて乾杯しましょう。アバシスゲットおめでとう。おめでとう。早速噂になっているぜ。ニュービーがアファシスを手に入れたってよ。 GGO 最強のリアルラック持ちプレイヤー登場って話だ。情報屋のアルゴさんもニュービーのネタは買うって言ってたよ。みんな欲しがっているから今なら高い値段がつくって。わお。へえ、それはいいことを聞いた。キリト君、友達の情報を売ったらダメだからね。Liefer ist, ich wiederhole, Liefer ist, die Schwester von Kirito. Ne, Asuna の銃撃をかわしたって本当？初心者にできる芸当じゃないと思うんだけど。へえ、君って実はかなりの凄腕なんじゃない？得意な武器は何なの？フォトンソードは使える？ん？その武器って見たことないんだけど、どこで手に入れたの？二次層の武器？アファシスってそんなプレゼント機能があるの？はい、タイプ X だけが有する1回だけの特別な機能です。他にもいろんな機能があります。多分 AI にしては随分アバウトな表現ですね。確かにこれは俺も見たことがない。でもそんなことがありえるのか。デザインからすると光学武器、移動サポート機能、こりゃ GGO の戦術が変わる武器だぞ。あんた俺にこの武器を売らないか。アギル、ヘッラドシドシ、エギル、初心者相手にぼったくったら許さないわよ。リスペット。そもそも値段がつけられないくらいレアな武器をいくらで買う気よ。そりゃまあ友達価格ってやつで。いやすまん。まったく。でも本当にあなたはリアルラックが高いんだね。うん、ちょっぴり羨ましいです。よく聞くおまじないとかあるんですか？Du brauchst gar nicht reden. Du bist wahrscheinlich die einzige Gangel online, die halt ein Pet hat. 昔から運はいい方よね、あんた。え、nein。ねえねえ、クレハはスコードロン入ってるの？うん、私は基本ソロ。狩りのために加入することはあるけど、あんまり長いはしないかな。あの、もしよかったらお友達になりませんか？ GGO は女性プレイヤーが少ないから。賛成。私たちグロッケンにホームを借りていて、そこでよく集まっているんだ。みんなでお茶したりおしゃべりしたりしてるから、いつでもおいでよ。歓迎するわ。ありがとう、すごく嬉しい。最近は結構増えたけど、女の子のプレイヤーは少なくて。男の人ばかりのスコードロンも多いみたいですね。そうなの、マスコット扱いされるのも嫌だから、特定のスコードロンには所属しないようにしていたの。クレアの気持ち、私もわかる気がする。能力以外の部分で評価されるのってあまり好きではないわ。うん、私も同じ。何よりちゃんと自分自身の力でトップを目指したいから。しっかり目標を持っているんだね。応援するよ。うん、私も。お手伝いできることがあったら何でも言ってくださいね。みんなありがとう。あのね、ずっと前から女の子プレイヤーの友達が欲しかったんだ。だからこうやってみんなと知り合えただけで十分幸せというか。うわぁ、もうなんて言ったらいいんだろう。なんか私まであんたのラッキーをもらっちゃったみたい。ありがとうね。今日はとっても楽しかったわ。おい、ちょっと外に行ってみないか。OK。Geht sofort weiter oder kann ich die Folge gleich beenden?
急にパーティーに誘って悪かったかな。想像しくてびっくりしただろ。口が悪いのもいるけど、みんな気のいい連中だし頼りになる。今度改めてちゃんと紹介するよ。君ってさ、ソロタイプだろ。そりゃ昔の俺みたいなフレンドゼロとは違うだろうけど、なんとなく近い雰囲気を感じたんだ。君がアファシスをかばった理由を聞いた時、妙な親近感が湧いたというか。俺はどちらかというと効率重視タイプだし、普段は理屈で物事を考える方なんだけどさ、それでも考える前に体が動くってあるよな。そういう時の理屈は後からついてくるんだよ。君もそんなところがあるように見えたんだ。うん、きっと君にとってあのアファシスは会った時から大事なものなんだよ。って全部俺の勝手な考えだけどね。外れていたらごめん。それならいいけど、ゲーム初日からそんな大切なものに巡り会えるなんて。一つ聞きたいんだけど、いいかな。仮想と現実の差は何だと思う？世間では仮想、VR 空間はまがいものだっていう人もいる。俺はそうは思わない。だって俺たちは今、ここで生きているんだ。この広い世界を自分の力でどこまでも行く。ワクワクしないか？だろ？やっぱり、君は俺と同じタイプの人種だ。ようこそ、仮想世界へ。Danke, danke. Vielen, vielen Dank. Okay. Ich werde aber ein anderes Auto nehmen. Master, okaeri nasai. Koko wa Master no heya de, watashi wa Master no Aphasis desu. Dakara kono heya ni watashi ga iru no wa touzen desu. Nan to ittemo watashi wa Aphi Advisor. Tsusho Aphasis demo Type X desu kara.とにかく私はとても利口なサポート AI であり、完全無欠の金庫なのです。そういえばチュートリアルはまだしていませんでしたね。しっかりお勉強して私を有効活用してください。クレジットやアイテムの管理、部屋の掃除から友達の少ないマスターの話し相手まで何でも頑張ります。何か聞きたいことはありますか？
覚えなければいけないことはまだまだあります。出かける前には準備を万全にしましょう。外は弾丸飛び交う戦場ですからね。あ、街の中は安全です。他者を攻撃できるのはフィールドか指定の場所のみです。まあどんな場所でも私がいれば安心です。敵が出てもズキューン、バキューン、ババババってやっつけます。わお。さあ、カスタマイズステータスは戦いだけではありません。強い武器や防具を装備するのにも必要です。まずは私の素晴らしいステータスを見てみるのです。おかしいのです。なぜこんなにヘナチョコなのですか。まさかプログラムエラー。マスター、私では自己解決できません。今すぐ対策を。修理工場に連れて行ってください。異常事態です。スキルがほとんどありません。ミサイルを射出したり、お金を増やしたり、爆笑ジョークを披露するスキルがないのです。あ、原因が分かりました。マスターがヘナチョコのせいです。私は正常、全く問題なし、オールグリーンです。マスターがヘナチョコなのはただの事実です。落ち込まないでください。アファシスはサポート AI なので、使用者であるマスターより強くなれないのです。だからマスターが強くなれば私も強くなれます。では続いてマスターのステータスを見てみましょう。 Du den Alpha System können Waffen auf das Zubehör anlegen. Waffen und Zubehör sind besonders da, sie dir bestimmte Effekte gewähren können. Bla bla bla. Ich will die Folge beenden. Okay, ich bin jetzt diese Folge, wir sehen uns dann in dieser Folge, also bis dann, Cheerio. I'll be, I'll be, I'll be twice more. Sure, yes, yes.